ハロー、こんにちは。ニーハオ、どうも皆様、マステクのアットキでございます。はい、ドクパート3です。トッシーです。はい、まずですね、動画の前にガチャタイム。ガチャ。アファイフ掘り億ェ万じゃス。ない。アファイフェス。シーワールド今引く。我慢できない。今引く。押せって出た。確定。来ない。金1枚。ファック。おい、自分で編集させてどうすんだよ、編集量増やし金編、オッケー。え、ちょ、ん？もう一回、もう一回。はい、分かったから。はい、カット。これカットね。カットなんだ。はい、というわけでですね、本日試してみたい企画は、タックでね、一回リーグに上がったんですけども、その時に、現環境の要である18番街に会いました。まあ、環境の要の18番街のタイプじゃなかったんだけど、あれは。まあでも、でも今、まあ、言うても遊戯も強いか、今普通に。強いんだよな。ミドルレンジがちょっと活躍しすぎただけで、あれが弱いってわけじゃねえんだよな、別に。というわけでですね、ソロでポイズンデッキを使った際に、現環境の要である18番街と、アスクリね。アスクリが対戦相手になった時、ポイズンデッキは対応できるのかという動画を撮りちょっとした検証。はい。で、ちなみに画面主でありながら、なぜか私が敵役という状況になってしまいましたので、まあ、トッシーにはできれば、毎回手番選ぶときに、今手札に何があるのかを見せていただきたいと思います。ああ、はいはい。はい。というわけでですね、早速やっていきましょう。まずは、VS18 番街。ちなみに、あったきの18番街のデッキは相当ちょっと型がおかしいので、それはちょっとご愛嬌。なんて言うんだろうね。定番の18番街。最近。そう。あれがないんだよね。やっぱ、鈴がいないから。ちょっと変わったみたいな、ね、そうそうそう感じになって。鈴がいないから、こうするしかないんだよね。まあ、そうだね。鈴とかいないと、だいぶ違うから、ね、うん、さて、先行をいただきました。あっときの手札はですね、非常に喜ばしい。ちょっと待ってくれよ。何があったんだよ、そんな開幕でよ。順番逆でしょ。ああ、ソロであるあるのやつね。はい、とりあえず手札1、リンちゃん。おお2、アイリス。おうおう。僕は2、アイリスを選択します。これ、会えるわ。これ、処理できるのかもしれない。大丈夫？まあ問題ないっす。それは大丈夫か。ああ、なるほどね。ちゃんと US は手札にいて。ああ、確かにこれ逆だな。そう。これ逆だったらもう、追加に300ダメージ入ってたのにさ。ね。ああ、ついでにもう一体はミキシャカでした。ミキシャカでした。了解です。じゃあ結局どっち出しても、まあ、攻撃力がちょっと高い。こっちの方、それは優先すべきですわな。さて。いや、これ逆でよかったのか？じゃないと、このまま貫通化だったもんな。でも、この置き方非常に悪いんですよね。18番街ね、こっちから見ると6、9番から攻めてくること、来ることが多いから、アーツが豊富でね、あっち側の。うわ、最悪だ。おお、外れだ。理想的ではない。しょうがない、マリリンは。はマリリン、手札に、マリリンがいたんだけど、マリリンこう置くと処理できないから、しょうがないから、有効にします。なるほど、いいね。でかい。ちなみに、有効のバリアがかかったハーモニーほど、個人的に脅威なものはない。かなり脅威っす。でも、この毒デッキがやっぱ何がいいかって、バリア壊せんだよね、毒で。100ダメージ。手札は、ちなみに、ぴょぴょんって出すだけでいいから。ああ、これと、はい。こっち。
なるほど。多分俺はこっちかな。まあそりゃね、先手だってあれ出しても意味ねえじゃん。荒野行動やってる気分だろ、こいつ見てるとこれ。いやーミスか、配置ミスだな、やっぱ無理だわ。そいつ無理か。ああそうなっちゃうか。いや無理だわ。これスタチン5の電池だわ、想定してた。いやいいわ。いやきついなこれ、きつい。いや環境に抗えないのか、やはりこの子は、このデッキは。痛いっちゃ痛いんだよな、一応。で、FB が使えるようになりましたと、私は。はい。ただそれ。怒涛のリーダーが来るぞ、さらに。つら。投げなくなるよ。でも、唯一良かったのはあれだね、あの、なんだろう。300のね、マリン、あの、マリンないから。うん。そこが救いかな。はい、綺麗に全処理していく。いった。いってえな、マジでいって。自分でやってて思うわ。このデッキマジ強すぎじゃない？ OK。OK。あのさ、マジで18番街がアスクリと貸してんだけど、マジで。ん?18 番街がマジでアスクリと貸してんだけど、玄関機を、本当に。変わんないよね。アスクリより攻撃力が100ちょっと低いだけでさ、攻撃範囲アスクリよりあるし、HP アスクリとほぼ変わんねえし。マジでアスクリだよ、こいつは。ただ今の。自分の、ってかさ、これさ、自分のさ、毒のせいで死んでんじゃん、俺。完璧に。ワンチャンあるね、うん。で、これで、あなたでも FB で逆転は一応できるんでしょ、それ。ワンチャンあるじゃないんだけど。はい、まあこれはあの単純にソプラの配置がこっちにとって都合良かったので FB を使わせていただく。はい、はい、マーゼルナ危険って知ってる。はい、でちなみに今のデッキ手札はおお、テル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 とテルテルアイリス。アイリスでどっち？アイリスか。俺はこっちやろ。まあ火力的にはアイリスの方が高いな今。オッケードーン。で、ちなみにね、いいことを言うと、はい、確実にこっちは殺される。あ、いや倒せた倒せた、オッケーオッケー。いやだって300で2回当たればいいだけじゃんか。いやだいぶ事故ってんじゃん。事故ってんだよ、だから手札は割とだいぶだいぶ事故ってたな、その手札。だって、あの、もう一体がさ、玉三郎だったんやで、ヤジと。で、もう一体押しようか。はい、次、後手の手札。はい。後手札、はい、お前、正直、これ、あの、俺ワンチャン負けとったよ。こう、これだもん。とと、まあ、これがあるから倒せるんだけど。あー、なるほどね。いやー環境には勝てんのか、抗えるか環境には。ちょっと難しいなやっぱり。うん、難しいね。じゃあ次アスクリとやり合ってみましょう。やってみよう。でまあ、ちなみにアスクリでやっときが使うデッキはまあこんな感じの、もう本当に頭で殴ることしか考えてないようなデッキでございます。あ、間違った！リーグ入っちゃう！いじるデッキ、ちなみに。いやー、ね、いじる余地ねえんだよな。なんかあんまりどういじればいいのかっていうのが、え、今あんまり思いつかないんだよな。はいはいはい。だから、いじるとしても後日だね。なんか、俺らが知らないだけで相性のキャラっていいのかな、なんか。なんか攻撃力200の GGG って一番どうやって活用すればいいか悩むんだよね。
まあまあそうだね。さて、プロップ相手に君は対抗できるかね、はい、先攻どっちだっけですよ。先攻私。さあ何が出る。あ、分かってるよ何するか。どうせ無視するんだろう私の、はい、コマンダー私のことをよくご存じで私のことよく分かってるじゃないですか。だってそうするもん。よく分かってるじゃないですか。え？いいよ。もう何にも考えないで殴ってやるよ、もう。そういうデッキだよ、どうせ。うん、そういうデッキなんだろう。殴ってやるよ、もう。どうせお前回復ねえの知ってんだよ。うん、あと2ターンで、ぶっちゃけ次のターンで終わりだよ、手札によっては。いやもうひどいよこれやってて思うよ、ひどい、何これ。でどうなる、もういろいろこんからがっててよくわかんない。おしかも亀田さんいい位置、亀さんめっちゃいい位置やね。ただ攻撃力アップしてないのが幸いだね君にとっては。そうだね、唯一の救いって言ったところ。今ね、君を殺せるか計算してるから、今、君を殺せるか計算してる。ほうほうほう、君も私を。いや、無視ではないな。うん。ウサギは死ぬな、これ。いや、多分、亀も後に死ぬな。これとこれでいいかな。はいはいはい。撃つ。知らなーい。いや、やっぱここは遊びたく。うわー、やばい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 、です、やられた。勝ったよ、君、多分。多分、なんかあるんだと思う。いや、ないんだよ、実は。いや、違う、いや、違う。いや違う、あの、ミキが塞がれたらもうないっす。どういうこと？ミキちゃんでそこ塞いじゃったら俺はもう手札がないっす。ああ、そういう。だって、ないでしょ。5番はやっぱり守っときたいよね。ね。400、600、1000、1400、足りない、600。1200だから。1200しかないから、FB 使ったと。1200をどうやって削るかってことを考えればいい。だから1200をどう削るかって出んねえ。だからその方向が今そこを見られたせいで本当はな、ハシビロを越えて6番に置いてウパマルが次の手札にあったからウパマルとハシビロで勝ったんだよ。はあ、ははあ、ははあ、ははあ、ニトンラいやー埋めて正解だったわ。いやもうスパクリ狙いますわ。もうスパクリ狙いますやば、怖すぎ。あ、無理っす。あ、よかった。はい、つまり次500でってことだから、ムーも来てないっしょ。いや無理っす。いやもうこれしかないもん。あー困るね。はい、いやこれで、あの亀田さんがクリティカルして、あのリンクスがスパクリしたらワンチャンあるから。あ、ナイスわ、ナイスわ、何もなんもなかった。いやー、スクリーはいけますね、どうやら。ただ、テーブルが悪かったかどうかだけの問題なんだけど、これ。はい。じゃあ、アイリスちゃんを出させてもらいます。なるほど。これも死な？死なねえ。どう考えても死ぬでしょ。何を期待してたんだ、私は。何を期待してたんだ。本当だよ、何期待してたんだ君は。はいはい、なるほど。アスクリにはワンチャン。
ワンチャンいきます、ね、じゃあちょっと待って、あのさっきのはねあまりにも脳筋すぎたからちょっと守りもちゃんと考えてるアスクリでちょっと行かせて。なるほど。ただねあの守り考えてるアスクリね、ウィーゼル入れてたからウィーゼルが過去修正されてあれなんだよ、ね、そうだね、今使えるかなっていう、まあ、ある意味いい検証なんじゃない。だってこのデッキがもうちょっと改良の余地ないかちょっと見ます。パイプドローンはちょっとあれだね、きついかも。なんか状況によってはね自分の首絞めるから。そう、自分の首絞めてるからちょっときついっていうのが分かった。あの、うん、毒は確定で入るけど、タイプドローン使うスターはラムちゃんが欲しいかなって感じになってるね。どうしても、またかい。はい、ね、まあこんな感じとそれはそっちやな。まあもちろんこうですよ。もうそれやな、それ実はですね、はい、処理ね、はいあの処理考えてできてなかったっけ。うん、はあ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 、処理考えてできちゃなかったっけそれ。ああ、なるほどね。そうやって次がハシビロとかなんだけど、ハシビロがいないんだよ。ああ、なんならプロップもいない。プロップもいない。だからもうしょうがないから、しょうがないからこいつを。亀田さんか。亀田さんじゃなくて、こいつを置く。ラビット。いや、ウパバレだ。なるほど。嫌でしょ？俺の気持ちわかる？気持ちわかる。おこんなのんびり攻めるアスクリがどこにいるってんだ。なるほどね。仕方ないことを。ほう、ああ嫌な予感するわ。待って、それ俺さ、お前俺がさ攻めづらいの狙っ分かってたでしょ。それ攻めづらいのってか守りづらいの。いやメンタルしまーす。知ってましたこいつ絶対こういうことするって知ってました。僕アスクリ対策なんだね、リンちゃんは。ね、立派な。いや、わかるよ。それはわかる。ただな。ただな。ただな。7番にプロポーゲはしょれるよ、ちゃんと。あ、なるほど、ウィーゼルさんね。はい、ちょっと下方修正が入ったウィーゼルさん。そう、いやこれ影響はだいぶでかいと思うよ。でかいよ。100の差って。しかも、ウィーゼル、この前バグってたらしいからね、なんか。ここなんかバグって HP が0になった後ももしなそのタイミングで処理ができていたら200回復するっていう。はどういう状況か俺も分かんない。それやばいね。 HP0 になったらだったら強制的に演出入るのになんで回復されるのか分かんない。どうやって倒すし、ね、それつまりゾンビの出来上がりじゃんそうだよそういうことしよう。ゾンビの出来上がりしよう。俺もわかんない、どういう条件か。いやー、これはきついなー。こうかなー。とりあえず。モクモクとやりますか。決めるぜ。あ、俺毒治ってたんだ。知らんうちに。治ってるよ。あー。ハシビロ処理できなさそうだな、どうやら。ハシビロも処理できねえなあ、これでワンチャンね、スモーキーの方行ってくれるわ。そうだね、ハシビロも処理できないですね、これなんなら。うーわ、いやー、どっちも嫌だ。あー、処られた。処理できた、ありがとう。これどうしよう、次スモーキーのね、圧がね、思った以上に使いにくい。でしょうね、なんか。うん。やっぱ前方向にね、圧がねえやつって使いづらいわ。うん、わかる。いや、攻めてくるね。いや、守ってもいいか。毒になってないから、まだ伸び伸びできる。と思いたい。
いやグラタン強いよな。ね。グラちゃんか。なるほど。はいはい、珍しくしょってきたね。ね。まあ、こういうタイプのはスクリデキですから、うちは。はいはいはい。はい、US ワークを出すと。カニってポイズンに相性がいいのか悪いのかよくわかんねえな。でもとりあえず 400だったら倒せるっていう認識になっちゃうのか。いやまあ、倒せんじゃん。倒せない。いや、多分毒が先か効果が先かわかんないんだよ。ああ。そう。いや、毒、多分。毒？俺毒だと思う。わかんないけど。はい、もう残りは君が気づけるかどうかの勝負ですね、これは。ああ、そう、あ、先回復すんだ。へえ。手番終了だから、で、ターン終了じゃん。はい、ちなみに、削り切れます、答えは。ああ。ですよね。わかんない、俺の計算が間違ってるだけかもしれない。こんなガンガン詰めてたら問題。ヒラザンバーストシュート。お前、今俺が今まで聞いたお前の英語の発音の中で一番いい発音だったぞ、今の稲妻パスシュート。もうチームワーク。はい、次ハシビローとかプロップあれば終わりですね。そうですね、うん、はい、ということはあるということで、多分ワンフォールそう。本当にさ、1600とか1800まで削られたらさ、その時点で死亡なんだよね。ね。いや、プロップの攻撃力の高さはマジで異常だわ、そう思うと。マジ。いやー負けたよ。はい、というわけでですね、毒のデッキは確かに強いですけども、もし環境に対応したければもうちょっとテコ入れが必要という感じかな。もうちょっと何かしらしないとダメだね。なんだろうね。次の動画決まったわ。次何？カオル君を殺す。カオル君。カオル君を殺す？ああ。あのイケメンを狩る。あのイケメンを狩る動画。あのイケメンを狩る動画だ、次の動画。今いる。つか、あの13日間ずっといる、こいつ。ああ、マジで？マジで。すげえな。うん。行くか。はい、というわけで、まあそうですね。まあ、デッキは一応紹介する、うん、前使ったやつとほぼ一緒？まあ紹介してもいいけど、てか、いや、あんま変わんない。あんま変わんねえか。じゃあいいか、じゃあ。うん、デッキの内容が、気になる方は概要欄の方にあるリンク、あのパート1のリンクからどうぞデッキの方をご確認くださいませ。ちょっと変わったぐらいだからね、正直言って。うん、リンちゃん入れてるぐらいだし、はいはいはい、あんまり変わんない。了解です。どうも、はい、それでは、皆様次の動画で、まあ、今回の動画はここまでになります。次の動画でお会いしましょう。はい、次の動画はですね、イケメンを狩るということで。はい、はい、イケメン狩りです。イケメン狩りです。頑張りましょう。リア充は滅ぶなし、はい。バイバイ。バイバイ。リア充はチュルチュル。やばいな、その子。やばい。やべえな、今。リア充、チュルチュル。ちょっと一旦ハード覗いてくる。はい、皆さん今日も動画見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。僕たちマステクの動画楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメントとよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。